いつもご覧いただきありがとうございます今回も大谷翔平投手の最新情報をご紹介いたします大谷翔平、ツーランに隠されたベンチでの会話絶対に打ってくれよロジャース、大谷翔平投手が27日日本時間28日本拠地、ホワイトソックス戦でオープン戦初出場2番、指名打者でスタメン出場すると3打席目に左翼へいきなりツーランを放った 1>, 1打席目は見逃し三振2打席目は二塁併殺打に倒れたが3打席目で逆方向に高々と上がった一発を放ち感覚も良かったですね体自体の強さも良かったですしケージで振っている感じもこのところの中では一番良かったと思うのであとは無事に終わって良かったというのが今の気持ちですとほっとしたように振り返ったこの日大谷がオープン戦に初出場することで注目が集まったのは打順だった MVP 受賞歴のあるベッツ、フリーマン、大谷をどう1番から3番に並べるかが、デーブ・ロバーツ監督の腕の見せどころだった。この日は1番からベッツ、大谷、フリーマン、エンゼルス時代はトラウトとのコンビが、トラウタニとして看板だったが、新天地での MVP トリオはトップ3、ビッグ3やベッタニマンなど、新たな故障も生まれている。ロバーツ監督は3人の並びについて各選手と議論したことも明かし、 ムーキーキベッツは先頭打者で結果を残してきた彼が着火剤として1番に入るのが好きだ23番については将平がフレディ・フリーマンの前を打つとフレディが将平を守ることになるそこに将平の足の速さという能力が加わり一塁からの得点の可能性や盗塁の脅威を高めるそして4番にスミスが控えることも重要だフレディが後ろにいる場合は が翔平を守るにはフレディという存在が最も大きなプロテクションになると説明しばらくこれでいくつもりもしうまくいかなくても12週間では判断したくないと続けたこの3人の並びが思わぬ形で功を奏したのが大谷の5回のツーランだったこの回は8番打者からの攻撃で2番大谷3番フリーマンに打席が回るかは分からなかった ここの日3打席に立つことが決まっていた2人フリーマンに打席が回らなかった場合は6回の守備に就くことになっていたそんな裏事情もあって大谷は試合後にフリーマンが「僕が凡退して終わっていたらもう1回守備に行かないといけなかったので絶対に打ってくれよ」と言われていたので「打順を回せてよかったなというのが一番です」と笑いながら明かした MLB 公式サイトのサラ・ラングス記者によると 1>, 1番から3番に MVP 受賞歴のある選手が並んだのは1983年のフィリーズのジョー・モーガンピート・ローズマイク・シュミット以来になるというメジャーの歴史上でも屈指の破壊力を持つトリオが今後も多くのドラマを生んでくれそうだ大谷翔平ドジャースデビュー戦で印象的な本塁打3大通信社が世界中に一斉配信7億ドルの価値の証明はわずか3打席で十分だった。 現地2月27日大谷がシカゴホワイトソックスとのオープン戦に出場新天地デビュー戦での第3打席大谷は左翼スタンドに飛び込むツーラン本塁打を放ったドジャースでのデビュー戦を衝撃的な一発で彩った大谷の活躍を世界三大通信社のロイター AFPAP も取り上げて世界中に一斉配信した英国ロンドンに本社を構えるロイターは 大谷翔平がドジャースのデビュー戦で本塁打を放ったという見出しを打ちオフシーズンにスポーツ史上最高額となる7億ドル当時約1 1 5億円で契約を結んだ大谷が5回の第3打席で逆方向に本塁打ドジャースはホワイトソックスに9対6で勝利したと伝えたフランスのパリに拠点を置く AFP はドジャースに「ショータイムが到来した」という見出しをつけ日本のスーパースター 大谷翔平がホワイトソックスとのオープン戦でツーラン本塁打を放ちドジャースで印象的なデビューを果たしたと報道したさらに間違いなく大きな一歩無事に試合を終えることができたことが一番大きかったオープン戦なので特に緊張はしなかったシーズンに向けてやるべきことに集中していると大谷が試合後に語ったコメントも報じている打席では間違いなくいい感触があった 打席を重ねるたびに感覚が良くなったので全てが正しい方向に向かっているという談話も伝えた米国ニューヨークに本部を構える AP も7億ドルの男翔平がドジャースで何ができるのかその価値の証明はわずか3回の打席で十分だったと驚きを持って大谷の本塁打を配信した2度の MVP を受賞した大谷は最初の打席で観客からスタンディングオベーションを受けた 第一打席でのフルスイングは空を切ってヘルメットが落ちたそれでも第3打席ではスイングを修正し過去3シーズンで124本塁打を放ったパワーを示した大谷の大飛球に観客はどよめき8球が左翼スタンドをゆっくり超えるとその歓声は一段と大きくなったアリゾナの気候も影響したのかもしれないという大谷のコメントとともに翔平は体つきが違う本当にいいスイングをした 翔平がフレディ・フリーマンの前を打つことで翔平はかなり守られる勝負してもらえると思う最も重要なのは翔平の健康面だというデーブ・ロバーツ監督の談話も紹介しているドジャース大谷の衝撃的なデビュー戦アーチは世界中のメディアに発信されたエンゼルス時代にも増して注目される中での本塁だ夢のワールドシリーズ制覇への第一歩に興奮の度合いはどこまでアップするだろうか 衝撃的な第一印象を与えた辛口ニューヨークメディアも大谷翔平のデビュー戦初アーチに驚愕大谷のドジャース初本塁打はドジャース信者にとって十分な娯楽となった大谷のドジャースデビュー戦アーチは早速全米で大きな話題となっているこの衝撃の新天地デビューには全米の大手メディアも即座に反応ニューヨークポストのアンドリューバティパラの記者はまあ それは長くはかからなかったと脱帽の一言から始めると大谷翔平はドジャースでの最初の試合でホームランを放ち2023年アメリカンリーグ MVP を獲得した力を誇示したと綴り10年7億ドル約35億円の超大型契約を交わしてオフシーズンに旋風を巻き起こした大谷がグラウンド上でも衝撃的な第一印象を与えていると報じたレッドソックスの地元紙 ボストンヘラルドも7億ドルの契約を結んだ最初の試合で大谷はドジャースのために一発を放ったとスポーツ面のトップで扱ったまたスポーツ専門局 ESPN のジェシー・ロジャース記者はグレンデールの監修は満員には程遠かったが大谷の2点本塁打で彼のデビュー戦を見に来た人たちは報われた左翼スタンドではこの日一番の大歓声が上がったと 6678人の監修が総立ちで騒然となった様子をレポートそして大谷は今シーズンは投げないが火曜日に打ったようなホームランはドジャース信者にとって十分な娯楽となることは間違いないと見解を示したで唯一の全国紙 USA トゥデ y は写真で見る7億ドルのショータイムと打撃シーンなどビジュアルで特集大谷がオープン戦で本塁打を放ってドジャースデビューを飾ったと報じた 地元紙ロサンゼルス・デイリー・ニュースはドジャースの新しい7億ドルの男はどこへ行っても竜巻のようなエネルギーを出すことは否定できないと大谷の驚異的な能力を賛辞スポーツ IT サイトジアスレチックは大谷がドジャースの春季デビュー戦で本塁打彼の体つきが違うとロバーツ監督と右肘手術と脇腹痛からの復帰初戦での一発を分析95マイル 約152キロの速球に詰まったが強打者は十分な力を持っていた102マイル約163キロで打ち返し377フィート約114メートル飛んで左翼フェンスを越えたとドジャースが獲得を熱望した大谷の凄みを伝えた大谷翔平の詰まった新天地1号に松坂大輔も驚き隠せずあの打球の飛び方でスタンドまで。 ドジャースでのいきなりの1号に多くのメディアが色めき立ったが現地で試合を見届けた元メジャーリーガーの松坂大輔氏も自身の X 旧ツイッターを更新大谷の一発にあのコースをあの打球の飛び方でスタンドまで飛んでいくことが恐ろしいと驚愕のコメントを綴っている松坂氏の投稿にファンも同調怪物に恐ろしいと言わせるバケモン。ほ本と意味がわからないのがすごすぎますわらえぐいですね ボンフライがホームランですよねピッチャーからしたら完璧なコースですよねわらなどとコメントが寄せられている大谷翔平がファーストミットとガイアグラブを用意もロバーツ監督時が来るまで DH 翔平の用意周到ぶりは素晴らしいドジャースのデーブ・ロバーツ監督が27日日本時間28日ホワイトソックスとのオープン戦後大谷翔平投手の守備機会に言及した。 試合前のクラブハウスでは大谷がファーストミット外野手用のグラブをはめる場面もあり試合出場後にそのことを尋ねられるとまあそういうこともあるかもねっていう皆に言えることですけどそうなってからでは遅いので事前の準備が大事かなとと昨年9月の右ひじ手術により今期は打者に専念するため DH だけでなく守備につく可能性も示唆したただ 昨年9月に受けた右ひじ手術の影響により現段階で投球を再開しておらずノックなど具体的な守備練習についてはまだその段階ではないもちろん投げれなければそういうこともないですしそこは優先事項から外れてるのでとあくまでファーストミットとグラブは事前準備と慎重姿勢を示した試合後ロバーツ監督も外野での出場があるとは思わない私たちのロースターは外野陣の層の厚さに恵まれており そうではなくなる時が来るまで彼は DH に入るそれに集中しているリハビリのプロセスの途上にいるが登板したり守備につくことはないと言い切ったその上で大谷がグラブを用意するなど準備する姿勢にそれは素晴らしいどうなっていくかはわからないが彼が守備につく機会の可能性を考えていることはドジャースにとっていいことだ彼が健康を取り戻すことを考えドジャースの勝利を望んでいるなら 私は支持すると用意周到さを評価した話題は大谷翔平一色だったもし加入していたらブルージェイズの選手たちが翻弄された大谷競走局を改装あの日のことは忘れない大谷翔平が乗ったプライベートジェット機が南カリフォルニアからトロントに向かって飛んでいる現地2023年12月8日金曜日一つの情報が米国中を駆け巡った。 大谷がトトロントブルージェイズと契約するのではないか米国やカナダ日本のスポーツメディアやファンそしてメジャーリーガーまでも固唾を飲んで見守った大谷競争局が幕を開けたその週末ブルージェイズのアレック・マノア投手はプエルトリコのセントレジス・バイア・ビーチリゾートで結婚式を挙げていた招待客は150人を超え10人のチームメートも出席米メディア・ジアスレチックは 春季キャンプを行っているマノアや結婚式に出席していたブルージェイズの選手や監督に取材し当時を振り返ってもらったクローザーのジョーダン・ゴマーノは結婚式前日の8日午前ホテルのプールサイドで携帯をいじっていたニュースを見てまさかと思ったよすぐにみんなに話したんだ大谷がトロントに向かっているぞブルージェイズと契約するはずだってねみんなのテンションが一気に上がったよ選手たちはその後 ゴルフを楽しんだそこでも大谷が話題の中心で誰もがゴルフに集中できなかったという投手のケビン・ゴーズマンはゴルフの最中誰かが「大谷はどうなった?」って言ったのを覚えている「みんな本当に大谷が来るのか?」という感じだったねと話しロマーノはゴルフをしながら23ホールごとに X を見たり Google で「大谷ブルージェイズ」と検索していたと 速報ニュースを率先して探していたと明かした出席していたジョン・シュナイダー監督も大谷の話を耳にしそれは素晴らしいと思った一方でこうも考えていたというもし噂が本当ならロス・ワトキンス GM やマーク・シャパイロ球団社長から連絡があるはずだしかしそうした連絡はなく同じように噂を知った友人たちから似たような話ばかりを聞かされたと語ったさらにシュナイダー監督は 大谷が数日前にフロリダのチーム施設を訪問していたのは知っていたただ交渉がどうなっていたのかは知らなかっただから深く考えないようにしたよとも振り返っている翌日9日はマノアの結婚式当日だった結局大谷はプライベートジェット機に乗ってはおらず最終的にロサンゼルス・ドジャースと契約した新郎のマノアはこう語ったはっきり覚えているよバージンロードを歩く直前に 父がこう言ってきた「ブルージェイズは大谷を取れなかった彼はドジャースと契約したよ」って「クソ最悪だ」が最初の感想だったバージンロードを歩いてみんなに挨拶していたらチームメートたちが一緒に座っているのが見えてねこう声をかけたんだ大谷を獲得できなかったなこの時マノアは感情の起伏を共有していた仲間たちと一緒に大笑いしたという自身の晴れ舞台に加えて。 食って湧いた大谷競争局マノーアはあの日のことは忘れないと思い返したゴーズマンも間違いなく忘れられない48時間だったと回想しロマーノはプライベートジェット機のフライト情報のスクリーンショットを見たのを覚えているあの情報を逐一追いかけていたのは間違いないと振り返ったまたブルージェイズの菊池雄星が大谷をもてなすディナーのためにレストランを貸し切ったという会情報についても 選手たちが語っているボー・ビシェットは菊池とのやり取りをしていた彼はメールで何が起こっているのかわからないと教えてくれただから噂は本当じゃないんだなとなんとなく気がついたもし本当なら知っていたはずだからねと明かしたさらにビシェットは当時の心境を語ったある時点で本当に大谷を獲得するんだと思ったことを覚えている日本中がブルージェイズに注目するんだろうなと考えたら しばららく興奮が収まらなかったでもそうならなかったねこのようにブルージェイズの面々は感情が大揺れした当時の状況を振り返った同志は最後にもし大谷がこの場にいたらどのロッカーを使っていたと選手たちに質問マノアは部屋の向こう側を指さしておそらく他の金持ち選手と一緒に打者側のロッカーにいただろうと語りジョージ・スプリンガーは 本人が望むととこころならどこでもと返答ゴーズマンはグレンデールドジャースのキャンプ地に行って「本人に聞いてきてくれ」と「タラレバ」の話に付き合った最後ままでごご覧いいただきありがとうございますもしよろしければチャンネル登録・高評価をよろしくお願いいたします。